んにちは、拓也おじさん。今日はよろしくお願いします。おひろ、元気だったかい？あと、いつも言ってるけど、おじさんじゃなくてお兄さんな。確か今日はヒロのお友達に養殖について話をしてほしいってことだったね。よろしくお願いします。俺レンって言います。私はメグです。よろしくお願いします。レン君とメグちゃんだね。よろしく。早速ですが、この前ヒロからタクヤ、お兄さんがやってるカキの養殖には大きな意味があるって聞いたんですけど、どういう意味があるんですか？うん、それはある三者にとってカキの養殖がありがたいってことなんだよ。まずその一つ目が国。二人は水産庁は知ってるかな？水産庁って漁業を管理している省庁のことですよね。その通り、よく勉強してるね。その水産庁が今後国として養殖に力を入れていく中で、魚に加えて牡蠣も重要視しているんだ。国が注目しているということですね。そうなんだよ。その理由には牡蠣が世界中で食べられている貝であることと、日本の地形や環境が牡蠣の生産に有利であることがあるんだ。へえ、日本以外でも牡蠣って食べられてるんだ。海外ではオイスターバーといって、牡蠣専門のレストランが人気なんだ。最近は日本にも増えてきているよ。そう、牡蠣は世界中で消費されている食材だから、たくさん作れば海外に輸出することもできる。しかも日本の地形や環境が牡蠣の養殖に有利だから、それも不可能じゃないとか。めぐちゃん、理解が早いね。素晴らしい。その地形や環境の話、日本は小さな島国だけど、実は海岸線がとっても長いっていうのは聞いたことあるかな？その長さは世界6位で、日本より圧倒的に国土が広いオーストラリアよりも長いんだよ。え？オーストラリアよりも日本の海岸線が長いってどういうことですか？信じられない。日本の海岸は入り組んでいるからね。その分、海岸線が長くなっているんだよ。へえ、日本は海に面しているところが多いってことか。あ、なるほど。さらに日本の国土の大部分は森で、たくさんの川が流れているだろう。その川を伝って森の養分が海にたくさん流れ込み、牡蠣の餌となるプランクトンが発生しやすいんだ。海のプランクトンに森が関係しているなんて知りませんでした。とても不思議な関係。だから僕が住む地域では、漁師さんが毎年山に登って川の掃除をしたり、山の手入れをしたりしているんだよ。漁師さんが山を掃除するなんて、なんか素敵ですね。牡蠣にとってはそれだけ山の恵みが大切だってことなんだよ。日本のこの環境を生かせば、牡蠣をたくさん生産して外国に輸出して、養殖産業を盛り上げることができるよね。それで国も牡蠣の養殖に期待を寄せているってわけなんだ。そうか、それで牡蠣なんですね。うん。そして次に3社のうちの2つ目、地方としても意義があるんだ。2つ目は地方。そう、地方の資源を活用した産業を生み出すことができれば、その地域で働く人が増え、活気が出てくる。つまり地方創生にもつながるんだ。地方にとっても嬉しいってことですね。最後に3つ目、これは企業にとっても大きなチャンスで、さっきヒロがオイスターバーの話をしていたけど、牡蠣の生食は日本でも人気が上がってきていて、その結果生食用の牡蠣の値段も高くなってきているんだよ。オイスターバーに出す牡蠣は生食用で、殻が綺麗なやつって拓也おじさん言ってたよね。だからお兄さんだって。まあいい。つまり自然の恵みを利用しながら、値段が高い牡蠣を生産することができれば、大きな利益を生み出すことができるってわけだ。なるほど。そしたらノルウェーの漁師さんみたいにお金持ちになれますね。おー、ノルウェーのサーモン養殖のことをよく知ってるね。はい、ヒロから教えてもらいました。ノルウェーのサーモン養殖も環境をうまく利用して養殖を行って成功しているって話だったから、日本の牡蠣養殖も同じようにできるはずだよね。その通り。このように国、地方、企業にとって牡蠣の養殖にはそれぞれ大きな意味があるんだ。そういうことか。じゃあ俺も将来拓也お兄さんみたいに牡蠣の養殖を始めちゃおうかな。でも養殖には設備が必要よ。そんな簡単に始められるかしら。めぐちゃん、冷静なツッコミだね。でも面白いことに、牡蠣は他の種の養殖ほど大掛かりな設備は必要ないんだ。え、本当ですか？
それについては生き物の生態について考える必要があるね。ではちょっと説明しよう。まずは魚の養殖から考えてみようか。例えばさっきから上がっているノルウェーのサーモン養殖を例にとってみよう。魚は自由に泳ぎ回るから広いスペースが必要なんだ。ほらこんな大きな生けすを使うんだよ。おお、すごく大きい。そう、これだけの設備を揃えるとなると莫大な費用がかかるよね。あと餌のこともありますよね。おっと、先に言われてしまった。ヒロ、サーモンの餌は何か知ってる？サーモンは小魚とかエビだったような。でも養殖だから。うん、養殖の場合はその魚に合わせて配合した餌を準備する場合がほとんどなんだ。栄養バランスや病気になりにくいようなものを開発するにはコストもバカにならない。それで死んじゃったら大きな損失ですよね。そう、大打撃だ。でも一方でサーモンは世界的に人気な食材だから、たくさん生産して売り出せば大きな利益が出るというメリットもあるんだけどね。難しい。俺できるかな。魚の養殖はこのようにコスト的にも技術的にも高いレベルが要求されるから、始めるには難易度が高いね。逆に魚の養殖のデメリットを解消しているのが海苔やワカメなどの海藻類の養殖。海藻も養殖をするんですね。うん、海藻類は植物に似ているから農業に近いイメージだ。まず魚と違って泳ぐことはないから大きなスペースが必要ないよね。それに光合成で育つから餌もいらないよ。その通り、低コストで育てることができるね。ただそれは裏を返せば自然に委ねるということで、人が手を加えて成長をコントロールすることはできないということでもあるんだ。だから気象の状況によっては不作になる時だってある。どっちも難しそうだな。そこでカキの養殖なんだよ。カキは魚と海藻類のいいとこ取りをしているんだ。カキも大きな生けすは必要なさそう。うん、カキは二枚貝。海藻と同じで泳ぐことがないから広いスペースは必要ないよね。でも貝は光合成をするわけじゃないから餌は必要なんじゃないんですか？確かにカキは光合成はできない。でもカキが食べるのは海の中にいるプランクトンだから、僕らが直接餌を与える必要がないんだよ。だから海藻と同じように低コストだ。あ、山から流れてくる養分が大切って言ってたのはこういうことだったんだ。気づいたみたいだね。まあ厳密にはカキが小さい時は人工的にプランクトンを与えるから完全に餌いらずってわけではないんだけど、それでも魚の養殖に比べると断然低コストなんだ。もしかして魚ほどデリケートでもないからリスクも小さい？ご明察。それでいて人気が上がってきている食材だから、売り出し方次第では魚と同じように大きな利益を出すことだって夢じゃないってことだよね、拓也おじさん。いや、その通りなんだけど、おじさん。つまりだな、カキの養殖にはこんな特徴があるから3年前に僕も始めようと思えたんだよ。そうだったんですね。俺どんどんカキに興味が湧いてきた。おー、嬉しいこと言ってくれるじゃないか。そうだ、今度ヒロがこっちに来ることになってるから、その時にレン君とメグちゃんもカキの養殖を見学しに来ないかい？え、いいんですか？もちろん、決まりだな。これは楽しみだ。僕も楽しみだよ、タクヤおじさん。だからおじさんは。タクヤおじさんが育てたカキは最高に美味しいんだ。レンもメグもきっと気に入ってくれるはずだよ。おじ…そうだよね、タクヤおじさん。お兄さんと呼んでくれー。